皆さんこんにちは、エルザです。今回も楽しくトライストリンガーを使ってガチホコバトルをしていこうと思います。さて、いつも通りに弓の解説だけをしていくっていうわけではなく、今回は弓視点でのホコについて話したいと思います。個人的には全ルールの中で弓を使っていてガチホコが一番プレイしやすいなと思っているので、そのコツを少しでも紹介できればと思います。まあまずは一試合どんな感じで試合をしているのか見ていきましょう。まずなんですけど、初動に関してはなるべくガチホコは割に行きます。まあ状況によっては難しかったりするんですけどね。ただここは第一関門通してしまったので一旦歩行横に移動して状況の整理ですね。でなるべくガチホコは持った方が編成的にいいので優先的に持ちます。まあ、火力がね味方落ちてしまうんでね、ここちょっと無理やり前に出ます。でガチホコのコツとして、今味方が後ろにいるんだけど、ボトル君のとこ飛んで、ここの周りと味方のバランスを今見てます。でここはカウント取れると分かったんで行きます。中央を守ってる人が一人もいなくなったんでね、壁裏隠れてたんで飛び込みました。これだけでカウントが30まで進むので、これは大きいですね。で前線味方前いるんですけど、ガチホコが割れて足場がない状況で戦うとなると味方が動きやすいっていうことはないので、ここで一旦後ろからじっくり攻めてスペシャルなど、状況を整えながら行きます。まあ、今回メガホンじゃないんでね、より安全に行くって感じです。で矛周りに仕掛けることによって、まず矛周りの敵、壁裏にいた敵を散らします。でこういう散らしてこういうポジション取りに関しては本当にいいですよね。でちょっと今回味方がちょっと持ってしまったんですけど、まあいい歩行打ちですね。ただやっぱ危険だね。やっぱ手数が減るからね。まあ、ここは粘って上から行きます。ちょっとルートを潰しながら、スリンクラーがねちょっとそこまでね強いわけではないんで、でここは一発撃って戻って、一発撃って戻って、で壁に移動してまた移動して消します。ちょっと危険な動きであるんですけどね。でガチホコ付近に撃ちます。でこれはまあ手前でもいいんだけど、基本的に足止めとして使うのがいいですね。ここインクがちょっと持たないね。ちょっと厳しいね、厳しいね。海から自陣いるしね自陣いるしね。よう止めたな今。ナイス味方。あでも粘りきれるかどうかとか、ああいう処理が遅れるかどうかとか、それ次第ですね。カウントはジャンプして届かなければ30にはならないんで、ここから飛ばして地面につかなければ OK ですね。ここ一回取ります。で一回ここを切り打ちして、で今のでやれたと思ったんだけど、やれなかったんだよね。確実に当たってたんだけどね。さあまだ防衛のターンです。まあ防衛の時はね、通路を抑えるっていうことをするのが大事なので、ここは通路を抑えに行きます。ちょっとね下いるけど、まあ処理難しいよね。まあ足場がねずっと取れない状況なんで、スペシャルもたまらないし、味方も動きづらいし、潜伏もしやすい敵がそういう状況なんで、ちょっとこの辺りは辛いところです。でここ無理やり行きます。これはラッキーだったね、正直ね。でここなんだけど、自陣ね足場がね整ってなさすぎて潜伏されてる可能性というか、裏取りするときスピード感が上がってしまうんで、あえて今みたいにちょっと塗ります。スペシャルも溜まるしね。持ってくれたのはそういう意味では味方はありがたいね。でここはカニタンクに圧をかけます。正直ジャンプ打ちよりも横打ちで、今みたいに上をかすめる方が倒せる確率は高いです。どうしても縦判定だとね、あのカニタンクは当てづらいところがありますので。さあ今回弓2なんだけどね、これどうだろうな。割合は難しいよねでも局者が刺さったね。はいナイス。
やっぱ今みたいに一角を狙い切るのがやっぱ大事だね、ああいうところでね。やばいやばい、あーエッチナイスここでね横移動しながら取れたのでかい。あれ取れなかったらそのまま詰められた可能性もあるからね。はい、という感じでガチホコはこんな感じです。結構防衛が後半多かったかなと思うんですけど、どこを抑えるべきか理解するといいのかなと思います。あとはポジションの話だね、まあ、そのあたりに関しては本題に入るときにしていきたいなと思います。はい、それじゃあ本題に入っていきたいと思います。今回のメインは弓視点でのガチホコについて話したいと思います。主にルールの利用が重要となってきますね。ガチホコだけに限らずですが、オブジェクトと立ち位置っていうのは非常に重要です。その点をしっかり押さえながら立ち回るためのコツを今回紹介したいと思います。まず一つ目、矛回りの処理をする。まず矛バトルをする上で重要なのは矛回りに敵がいないかということです。細かく言うと相手の前衛ですね。ガチホコは矢倉と一緒でオブジェクト依存で前線が変わるゲームとなっています。そのためガチホコ周りは必ず敵と味方で円形状に囲むようになっている仕組みです。ということはホコを一生懸命運ぼうと頑張ってもこの周りにいる敵を倒さないと進めることはできないっていうわけですね。まずカウントを進めるにしてもこの状況を打破するのが求められますので、ガチホコ周りにいる前衛を潰すように意識をしていきましょう。まずこれをしないと運ぶことも持つことも難しいっていうところです。続いて2つ目、矛と味方の位置を見るっていうところです。防衛としての考え方はいろいろとあると思いますが、個人的にはガチホコの場合は常に矛と味方を視野に入れる工夫っていうのが必要です。というのもワイプアウトでない限りガチホコを単独で運ぶっていうのはかなり実力が必要です。イカロールをめちゃくちゃできるとかですね。ガチホコを運ぶまたは運べるタイミングというのは味方が前にいる状況です。これは矛持ちを守ってもらうためですね。あとはルートの確保なども役割があります。1人よりも2人の方が成功率が上がるので結束と言ってもいいくらいですね。またガチホコ周りを処理するときでも言える話で、トラストは公営なのでホコと敵と味方の位置関係を抑える必要があります。前線がぐるぐる変わるルールなのでこれ理解してないと難しいんですよね。ここの状況っていうのを見ながら味方全員がどこで対面しているのか、またはそのカバーに入れるのかっていうのを冷静に判断する必要があります。この2つを見ることによって動きの優先度を決められるので、ルール関与と対面のバランスを保つことができるっていうわけです。敵を探すこと自体は難しいかなと思いますが、味方と矛に関してはアイコンとネームで判断できますので、積極的に視野に入れて自分がそこの後ろにいる、まあ、三角形を作るようなイメージで動くようにしてみましょう。続いて3つ目ですね、自分が持ってカウントを進めるっていうところです。ガチホコに関しては大事な部分ですが、公営でも積極的にカウントを進めるためにガチホコを持つっていうことは重要です。というか公営は試合前提を見る立場になりますので、ガチホコを運べるタイミングを一番掴める位置にいます。少しでもこの意識というのが低いと運べるチャンスを失うきっかけとなりますので、まずは意識するということが大事です。まあもちろんね、立ち位置による距離感というのもありますが、そのあたりは一応まず意識することからというところですね。またガチホコを持つということですについてですが、実は弓だと逆に有利になるという場面が多くなります。まずここの射程はほぼ弓と同じで、爆風まで入れるとそれ以上になります。局者も似たような感覚なので、実は持ってて損がないっていうのが個人的な考えです。また後衛が持つことによって味方と敵の位置関係を把握した状態で進めれるので、有利に進めれる可能性というのは非常に高いんですよね。もし矛持ち苦手だなっていう方は経験値が足りないだけっていうのもありますので、ルートの確認や経験を増やすっていうことをしていきましょう。これを積極的にしない限りは矛持ちをしてくださいって言っても難しい話かなと思います。ということで以上3つのガチホコのコツについてでした。それでは残り時間もありますので試合を見ながらやっていきましょう。でこの試合今負けてる状況ですね、結構攻められてる状況なんですが、ここを持った状態で味方を前に上げるように今波紋とかをした状況です。基本的にルートを右左どっちを取るのかとかいろいろあるんですが、味方が前に出ているかどうかが重要ですね。
で、この辺りは冷静に行きます。まだ逆転できますからね、ここはね。ナイス。ここを落とすの大事で、割る。で、ここもちょっと、ね、自分が運んだと思ってたんだけど、そうじゃないんで、吸引機がいい仕事したね。でもここで割り返して状況を作ります。ちょっとラグいね。で、ここは右から行きます。自分より前に出ないのが分かったんで、持ってもらうなら自分が出るっていう感じです。まあ当たればラッキーなんだけど、これで右側から味方が来てたんで挟んでいい感じになったっていうところですね。結構ね大事で、味方が出るか出ないかによって弓も出ないといけないっていうことはあるので、なんなら矛持ちより前にいないといけないのは確かなので、結構思い切った前線張りっていうのは重要かなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。